ハバナイスゲーム井上です。ガンダムブレイカーモバイルやっていこうと思います。今回はおまけのコーナー、交換所いきましょう。ですね、こちらでございます。星4パーツ交換の儀ということで、まあ結構ね手に入りやすくなりましたね。ガシャ回す方だともうかなり、手に入れやすくなったと思うんですけれども、今回こちらを使ってですね、パーツの交換していこうと思います。でどれにしようかなっていうのもあるんですけれども、実はですね、私テーマというかね、今回どうしても欲しいなっていうパーツがありまして、かなり下の方に行くんですけれども、もうちょっと下かな、はい、出てきましたね。はい、サンダーボルトシリーズの、サイコザクでございます。というのがですね、アトラスガンダムとフルアーマーあのガンダムがですね、パーツ、コンプリートできましたので、ちょっとねサイコザクの方もやっていきたいなというところで、今回はこちらをメインにやっていこうと思います。まずはボディ、そして腕、そして脚部、ほとんど持ってないんですよね。で最後にジャイアントバズということで、コンプリート達成でございます。これで4枚ですね。あとはどうしようかなっていうところがあるんですけれども、もう一つこちらですね、G セルフということで、どうしようかなっていうところで、3枚全部使うと、そうですね、ボディーパーツは全部ゲットできるんですけど、ちょっとそれは避けます。今回はボディのこれね、エグスキンが非常にかっこいいんで、ボディをゲットって感じですね。続いて、ヘビーアームズ、これねもうずっと欲しかったパーツなんですけれども、バックパックですね。もうこの見た目がめちゃくちゃかっこいいんで、もう欲しいっていうのと、改造になった時にこれ結構化けるんじゃないかなっていうのもあるんで、こいつですね、いきたいと思います。はい、そうですね。で最後はガーッといってもらって、そうですね、はい、若干決まってました。こちらです。最近というか、まあ、前回出たばっかりのね、ケルリムガンダムのスナイピングのエグスキ、これもね貫通 B マイナス、威力 B マイナスということで、使い勝手がかなりいいんじゃないかなと。あと射撃攻撃力が9600超えで、もう最強レベルに強いんで、これも欲しいなというところで交換させていただきます。はい、で7枚すべて使わせていただきました。皆様は何に交換しましたでしょうか。まあちょっとね、サイコザクはもう本当に原作が好きだったんで、欲しくて欲しくてしょうがなかったんですけれども、なかなかねちょっと他に欲しいパーツもやっぱりあったんで、今回思い切って交換させていただきました。もしかしたらね漏れもあると思うんですけれども、まあ、まあまあまたねチケットもらえるかと思いますんで、皆さんもね、ズバッと決めてね交換してガンガン使っていただければと思います。以上、井上 TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイルお送りいたしました。ご視聴最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。